おはようございます。マイとの対話へようこそ。今日は2018年4月2日月曜日です。今日も聞いてくださってありがとうございます。今日のテーマは太りにくい焼肉の食べ方です。ちょっとね、前回もちょっとお伝えしてたんですけれども、3月31日と4月1日で鹿児島に行っていました。で、31の夜に南薩摩市の、竹屋神社っていうところがあってですね、でそこでですね、そこでちょっと夜お祭りがあったんですけども、昨日がですね、本当のお祭りで、その前夜祭でということでですね、夜ちょっとお祭りに参加をしてきましてですね、で無事ですね、終わったわけなんですけども、奉納の舞をですね、その今勉強してる、一緒に勉強してる安倍塾っていうところのみんなとですね、神社にね、舞を奉納してきました。で、その時の写真とかを、明日ぐらいにあげれたらいいなと思っております。で、ですね、お祭りがですね8時ぐらいに終わって、それからですね、片付けてお風呂に入りまして、でみんなでですね、焼肉を食べに行ったんですね。で、今日の話は太りにくい焼肉の食べ方っていうことでですね、これはですね、私が学んでいるその阿部先生に教えてもらった、すごく面白いテーマだと思いますけど、太りにくい焼肉の食べ方っていうことをちょっと今日はお話ししようと思います。で、皆さんですね、多分焼肉って好きな方が多いと思うんですけど、どこの部位が好きですか？で、ですね、特に女性だと、なんか結構肉の脂っていうのが苦手な方とかも多いんじゃないかなと思うんですね。で、実はですね、お肉は部位によってその脂肪の性質っていうのが違うそうなんですよ。で、焼肉というと、どういった部位があるかというとね、例えばカルビとかロースとか、タンとか、ホルモンとか、あとねハラミとかですね、いろんな部位があります。で、皆さんですね、一体どこの部位、どこのこの名前はどこの部位かっていうことはご存知ですか？これですね、一回ですね調べてみて、よくね、多分ネットとかで今検索すると、例えばカルビっていうのはどこの部位ですよとかっていうのが分かると思うんですけど、これ調べてみると面白いですよ。これぜひね、調べてみてほしいんですけどね。で、私がですね、よく頼むのは、大体ですね、ハラミとサガリと、カルビと、タンとかですけど、でそれはどうしてかというとですね、実は今言った部位っていうのは呼吸に関する筋肉なんですよ。で、カルビっていうのは骨付きカルビってあるじゃないですか。っていうのも聞いたら分かる通り、あれは肋骨の筋肉なんですね。カルビっていうのは肋骨の筋肉ですね。それからハラミとサガリ、これはですね、牛の横隔膜なんですよ。ハラミとサガリですね。で、横隔膜の外側と内側でハラミとサガリなんですけども、で、これも呼吸に関する筋肉で、あとタンですね。で、タンはですね、タンは呼吸に関する筋肉じゃないんですけど、タンっていうのはやっぱり舌っていうのはですね、実は食べる時とか食べる時、牛がですね食べる時にどういう時に使ってるかというと、もちろんね、草をこう食べたりとかする時にも使ってるんですけど、姿勢を
保持するためにも使ってるんです。姿勢を保つためにも使ってるんですよ。でこの前もですね、舌の話をちょっとしたんですけど、まあ、すごく大事な筋肉で、すごくよく使われている筋肉なんですよ。で、あのお肉の部位によってですね、その普段しっかり使われている筋肉だとすごく脂肪の質がいいんですよね。で、あのなんでさっき呼吸に使われている筋肉、カルビやハラミや下がりなどが燃焼しやすい脂肪かっていうのはですね、実はですね、人間っていうのは、人間というか動物ですね、動物はですね、呼吸ができないと死んでしまうので、呼吸に関連する筋肉にすごく良質の脂肪を溜め込んでるんですね。でそれはどうしてかって言いますと、命の危機が迫った時に呼吸だけは止められない、で止めたら死んでしまうので、何かの時にさっと燃焼できるエネルギーの蓄えとして、呼吸に関する筋肉には燃えやすい脂肪を溜めてるんです。なのでカルビやハラミや下がりの脂肪っていうのはすごく燃えやすいので、人間が食べた時っていうのもエネルギーとしてすごくさっと使われやすい脂肪が含まれているんですよ。っていうことですごく良質の脂肪が含まれているので、私はそれを聞いてからですね、まあ、ロースとかはそんなに、まあ、そんな好きでもないので頼まないで、カルビやハラミや下がりを頼みますね。あとはまあタンとかも、すごくタンっていうのもその呼吸を姿勢を保持する筋肉でもありますし、すごくよく使われてる発達してる筋肉なんで、すごく筋肉の質もいいんですよ。で、まあ、人間もそうですけど、よく使われている筋肉っていうのはすごく筋肉の質がいいので、良質のまあタンパク質源になるんですよ。あとはですね、実は私はちょっと苦手なんですけど、ホルモンとかですね、内臓系の部位がありますよね。でこういったものももちろん内臓ですので、人間のこう生命を維持していくのにはすごく大事な部分だし、あとまあそうですね、だから今の牛って結局ですね、そんなに運動させられてないじゃないですか。だからその呼吸筋とか内臓とかっていうのはすごく、まあそれはどんなところで飼われていようが、よく動いてる筋肉なんですけども、まあ、意外となんか足とかはですね使ってないじゃないですか。でも、まあ、内臓系もですね、もちろんね食べる時にしっかり使ってるので、すごく消化もよくてですね、良質のタンパク質とか脂肪とかを取ることができるんですね。はい。でまあそういうふうにして考えていくとですね、焼肉を食べるのもまた楽しくなるかなと思うんですよ。で、ここでですね、いろんなことをお伝えしてるんですけども、やっぱり学ぶことっていうのは何のためにっていうのは、やっぱり毎日を豊かにするためだと思うんですね。で、お肉の部位について例えば調べてみるっていうこともして、また今度から焼肉を食べに行ったりとか、あとはね、お肉屋さんでお肉を買うと、またですね、お肉を買うっていう行為がもっと豊かになります。で、ここでですね、まあ、ラジオで、まあ、ラジオきっかけにですね、いろんなことをなんか知りたいなっていう気持ちをですね、自分のですね、満足させてあげてもらえると、なんかですね、毎日の生活がもっともっと楽しくなることがあると思いますので、一緒に勉強していきませんか。で、今日は太りにくい焼肉の食べ方っていうことでお話をさせてもらいました。いつも聞いてくださってありがとうございます。いつもあなたのことを応援しています。船越舞でした。